はい、みんな、こんばんは。今日は日本の会社員が低賃金で苦しんでる間に、裏では大儲けしていた奴らがいたというね、内容でやっていきたいと思います。みんなね、会社員とかやってるとなかなかね、低賃金、なかなか昇給もないしね、昇給の幅も少なかったりして、これどうなってるねみたいなことを思ったことね、あると思います。実は日本の経済ってね、長い間低迷に苦しんでいて、賃金も全然上がっていなかったりします。ただ、やっぱり、その裏でね、大儲けしてる奴らもいてね、その裏で大儲けしてバンバン稼いでる人らは、どうやって稼いでるのか。それね、しっかり研究することは、まあ、みんなのね、生活が豊かになっていくにあたっても非常に重要なことだと思うので、今日はね、その稼いでる奴らの稼ぎ方、ちょっとね、勉強していきたいなと思います。はい。これ最初のパネル。これ何が書かれてるかというと、失われた30年ということなんですけども、みんな聞いたことありますか？もともとはね、失われた20年みたいな形で、平成最初のね、20年間バブルが崩壊して、全然ね、経済がうまくいかなくて、失われた20年ということで言われてました。ただ、平成30年終わってみると、これ、20年じゃなくて丸ごと30年失ってたやん、みたいな感じで、今はね、失われた30年と言われることが多いです。これ、どういうふうに失ったかというと、まず、例えば、一番わかりやすい指標としては、まあ、GDP ということでね、GDP、国内で、企業が生産したそういう付加価値の総量なんですけれども、GDP、日本、まあ、微増してるだけで、他の主要な国と比べると、全然、伸びてません。このね、チャート見たらもう一目瞭然なんですけども、もともと1990年の時はね、まあ中国なんてはるかした。で、アメリカに対してまあ2倍差つけられてるぐらいな感じだったんですけれども、その後、日本はまあほぼ横ばいなんですが、アメリカに関してはまあぐっと伸ばしたと。で、これも今どれぐらい差ついてるかっていうと、まあ、これ、4倍以上ぐらいのね、差がついちゃったというところで、中国に対してもね、3倍ぐらいのね、差をつけられたというようなね、形になっているのが今の現状の GDP です。で、もちろん、国内でのね、生産が増えれば、それに伴ってね、経済が良くなって、景気が良くなって、賃金が上がるというね、そういうサイクル上手に組めるんですけれども、日本に関してはこのね、30年間、そのサイクルが他の国と比べて上手に組めなかったというような感じになりました。はい。で、次、賃金なんですけれども、賃金に関しては、まあ、こんな感じですね。これもね、もともと平成元年、平成元年から、基本的には下りのトレンドって。これ、下りのトレンドって恐ろしいよね。賃金で、ね、みんな一生懸命働いて、賃金下がるみたいな。働いてるけど、お給料下がるみたいなね、そういうちょっと負のスパイラルに入ってたのが日本なんですけど、国際的な比較の中で見たらね、もっとえげつない、チャートになります。はい。これどんな風になるかっていうと、はい。これ一番下の、スタートみんな同じで、一番下のね、この赤。これが日本です。ここね、スタート、ここなんですけど、一人負け。一人負けというような感じで、まあ、マイナスですよね。マイナス成長みたいな感じで、一方、他の国はお給料がぐんと上がってると。いうような感じになってます。まあ、ここね、書いてある国はスウェーデン、オーストリア、フランス、イギリス、デンマーク、ドイツ、アメリカということで、まあね、ドイツ、アメリカでもね、この10年間にやっぱり給料上がってるんですけども、日本は一人負けということで、賃金が下がっていったと。いやー、これね、もう本当にね、なかなか大変な社会問題なんですけど、いやー、ただね、この中でも全体で見たらね、稼ぎまくってた、会社がいると。ちなみに、日本、もともとは強かったです。平成元年の時のね、日本の、なんていうかな、立ち位置見てみると、こんな感じなんですよね。これ、平成元年の時の、いわゆる会社の時価総額、会社の時価総額を一覧表にしたものです。で、これね、日本のランキングじゃなくて、世界のランキングなんですよね。世界のランキングで1位が NTT。で、それ以外にも、これ赤文字つけてるのは全部これ日本の会社になります。で、赤文字ついてるのは日本の会社で、まあ、10位中ね、7個も入ってたということで、もまさにジャパンズナンバーワンということで、これを見てもらったらその通りなんですけども、右側、これ2020年現在、
日本のね、会社はどこ行っちゃったんだろうぐらいな感じでね、全くこれ消えちゃったんですけども、結論から言うとね、今2020年2月4日こんな感じになってます。日本の銀行、もともと世界のトップ10の中に7個も入ってたのに、今ゼロゼロ、代わりに、アメリカの会社と中国の会社が入ってきてるというような、感じになってます。でね、今まさに一番勢いがあって、回ってるのがこのね、世界トップ10の会社になるので、この会社それぞれどういう稼ぎ方をしているのか見ていきましょう。はい、まず10位、10位は、ビザ、カード会社ですね。カード会社世界最大手ということで、カードってやっぱり電子決済でも使うし、ネットの買い物でも使うし、お店でもね、一回そのカードが置かれてカード網が広がったら、なかなか便利すぎて抜け出すことができない、そういうことで、もう世の中に組み込まれた、その電子決済の中の、一端を担っているということで、世界第10位のね、会社にまで、上り詰めました。次、世界第9位の時価総額の会社見てみましょう。第9位、どこかというと、テンセントっていう会社ですね。テンセントっていう会社、皆さん聞いたことありますか？これね、中国の会社なんですけれども、もともとはね、20年ぐらい前からある会社なんですが、今はね、ここ10年ぐらいスマホが出てきてから、WeChat っていうアプリとか、それに伴ういろいろなゲームとか、決済とかね、すべて抑えて、今、中国のね、スーパーアプリ、これがなかったら、生活できないというような、そういうツールになってます。もう本当にいろんなサービス展開していて、一番中心は、このね、WeChat っていうことで、なんか中国人の友達とかいる人やったら、もう間違いなくこれ使ってないと成り立たないぐらいのアプリになるんですけども、それ以外にもね、こういうゲームもね、むちゃくちゃ売り上げ立ててるんですよね。やっぱスマホゲームって儲かるんで、はい、みたいな感じでね、このスマホに乗っかって荒稼ぎしてるのが、テンセントっていうことで、世界第9位の、会社になります。次、世界第8位。世界第8位はどういう会社かというと、はい、これですね。バークシャー・ハザウェイということで、これはね、どういう会社かというと、いわゆる投資会社ですね、投資会社。はい、ウォーレン・バフェットっていうね、偉い投資家というかね、すごい投資家が、ヘッドを務めてる投資会社でね、投資だけで世界8位にまで上り詰めた。これも平成元年の時とかね、全然存在感こんなになかったんですけどもね、今や世界第8位という感じになってます。何に投資してるかというと、この円グラフ見たら分かりやすいんですけども、分かりやすいところはこれかな、やっぱり。コカ・コーラ、IBM、アメックス、ウォルマート、こんな感じで、世界の、なんていうかな、生活に不可欠なサービスで、コカ・コーラとかもね、ほんまもうどこの国行ってもあるし、あとブランド力も強いし、何気ない味だけどね、もう常に飲まれてる。で、コカ・コーラ以外のコカ・コーラ社の飲料もね、やっぱり世界に根付いてて、ね、人間にとって不可欠ぐらいのものになってる。そういうとこに、長期投資して、ずっとね、安い時から株を持ってずっと保有してる、そういうスタイルで伸ばしてきた会社になります。次、世界第7位、時価総額世界第7位、今ね、アリババという方になってます。アリババはね、みんなちょっと、テンセントよりかは有名かなと思うんですけども、もともとね、スタートは、ジャック・マーというね、英語教師やっていた創業者の人が、日本で言ったら楽天みたいなものを中国で、立ち上げて、e コマースを中心に伸ばしていった会社です。今ね、アリペイとかね、それ以外の決済サービスとか、もう IT 全般的にね、進出していて、中国、もうテンセントか、アリババかみたいな二強みたいな感じでね、決済アプリとかも使われたりするんですけど、これもね、なかなか強い会社で、ここね、20年で一気に伸ばしてきました。ソフトバンクのね、孫さんが最初に出資して大儲けした会社でもあります。はい。で、次が、第、6位かな。もうここぐらいから有名になってきますよね。はい。Facebook ですね、Facebook。Facebook もね、今、時価総額というとね、63兆円もあります。トヨタ自動車とかのね、もう数倍規模になってるんですけど、歴史はね、むちゃくちゃ浅いですよね。この IT のいわゆる大手の中でも、一番若いような会社で、Facebook、ソーシャル、メディア運用してるんですけども、Facebook って名前がついてなかったも、例えば欧米の、ファッツアップっていうね、世界で一番使われてる LINE みたいなアプリを丸ごと持ってるのがね、
Facebook だったりとか、で、あとはまあ Instagram。Instagram ももともとね、他の人が作ったのを Facebook がバッと、買収したということで、今は Facebook 参加の一サービスになっています。そういうスマートフォンを中心としたね、いわゆる連絡ツール、メッセンジャーとか、そういうソーシャルツールを、作っている会社になります。はい、次ですね。次は、まあこれもね、Amazon.com ということで、まあもうみんなピンときますよね。Amazon.com。はい。Amazon.com も、まあやっぱり e コマースということでね、スタートはまあただの、まあオンラインの本屋さんということでスタートしたんですけれども、まあ今はね、もうエブリシングストアということで何でも買えるということで、まあ世界の、日本の楽天、世界のアマゾンみたいな感じで、まああとは、クラウドサービスですね。なんか、データを置いときたいとかね、サーバーを持つ、自分で持つんじゃなくて Amazon のサーバー借りるみたいな感じで、クラウドサービスもね、むちゃくちゃキャッシュ生み出してるサービスになっています。それ以外にもね、最近はやっぱ Amazon プライムとかでね、コンテンツ系にも力を入れてきて、もうまさにもういろんな情報メディア含めて抑えていこうとしてるような会社で、今すごく勢いがあって、時価総額が今日時点で92兆円ってね、1ドル100円計算なんですけども、92兆円というところになってます。一時期はね、100兆円超えたり下がったりというところなんですけど、次の会社。第4位、アルファベットですね。はい。アルファベット、今日段階でちょうどね、1ドル100円計算で100兆円ということになってます。アルファベットって何かというと、まあ、わかりやすく言うと Google です。Google ってもともとね、Google っていう会社だったのが、途中でね、そういう投資会社みたいな形に、変わって、今はアルファベットっていう親会社があって、その中の一部門としてね、Google が引っ付いてる。で、あとはまあ YouTube とかもね、Google に買収されたんで、今、アルファベット参加の一事業ということになってます。はい、アルファベットもね、これ若い会社で、まだ創業者は多分40後半ぐらいなんかな。俺の5個ぐらい上の人が作った会社でね、もともとは、論文の検索とかをね、便利にするようなそういう検索ツール作ったんですけども、そこから、普通のインターネットの検索ツールになってね、当時、Google の前にも検索エンジンなんて無数にあったんですが、それを全部駆逐して、もうほぼ世界で使われるもうダントツシェアの、検索メディアを作って、まあ、そこから YouTube 買収したりとか、そういうことで、成績伸ばしてる会社になります。はい。で、次、第3位。第3位どこやろう。第3位、マイクロソフトですね。はい。マイクロソフトって言ったらみんなね、ビル・ゲイツ思い浮かべると思うんですけども、まさにそのビル・ゲイツのマイクロソフトです。マイクロソフトも、なんか一見、なんていうかな、勢い落とした会社に、見える人も多いと思います。それなんでかっていうと、一時期、スマホがまさにガーッと来てた時に、マイクロソフトね、独占禁止法違反みたいな感じで、アメリカの当局とやり合ってて、そのスマホの波に乗り遅れたんですね。だからなんか、アップルとか、グーグルにガーッと一時期むちゃくちゃ追い抜かれたんですけども、ここに来て、マイクロソフトの、クラウドサービス、今ね、オフィスとかね、エクセルとかも全部クラウドに移行して、クラウドサービスがむちゃくちゃ使われてます。で、クラウドサービスで勢いを取り戻してきて、今ね、世界第3位も Google も抜いちゃったみたいな感じで、今非常に勢いがある会社ということになってます。次、世界第2位のね、時価総額の会社見ていきましょう。世界第2位、はい、Apple ですね。 Apple 今時価総額は142兆円ということになってます。はい、Apple もこれ元々はまあ、パソコンの会社だったんですけども、iPhone とか出てから一気に勢いつけてきて、で、ここに来てね、さらに勢いつけてます。一時期はなんかその Google とかね、その Apple とかそのあたり、ちょうど時価総額、100兆円超えるかな、みたいなところでね、行ったり来たりしたりとか、まあ、初めて超えたとかね、なんかそういうことやってたんですけども、今、Apple 今日時点で142兆円ということでね、もはや、100兆円の約 1.5 倍、1.42 倍ということで、むちゃくちゃ勢いあるんですけども、まあ、その勢いの原因としては、まあ、iPhone の台数自体も頭打ちなんですけど、iPhone の値段が上がってるのでね、その売り上げ自体は好調というところと、あとサブスクのサービスですね。iPhone の中で、例えばミュージックとかね、もろもろ、サブスクのサービスが回り始めてきてるというところでね、そこに対する期待感ということで、今非常に株価好調、もぐいぐい伸ばしてる。2019年もね、一番時価総額の上げ幅があった会社ということでね、雑誌とかに取り上げられていました。最後、これ世界第1位の会社。はい。
今世界第一の会社が、はい、これですね、サウジアラムコというような会社で、サウジアラビアの会社になるんですけども、どういう会社かというと、まあ、油田とかを持っている会社ですね。で、時価総額非常に高くて、もともとね、去年2019年上場したんですけれど、上場する必要も、ないといえばないんですが、なぜか上場したみたいなね、ということで、でいきなりもう一発目上場してからも世界第一位みたいなね、そういう中東サウジの石油を、保有している会社になります。サウジアラムコの時価総額はこの会社が、保有管理している原油の量とほぼ等しいんじゃないかみたいなねこと言われたりもするんですけども、大きな資源を持っているということで、はい、非常に高い価値がついていると、ちょっとねこれは例外的な会社ですけども、これが今ね世界一位ということになってます。はい、ということで、元々のテーマに戻ると、日本が失った30年の間に全く世界の経済地図が変わってしまって、今上場している会社で、時価総額、その会社のお値段ですね、その会社を買収するとしていくらかみたいなところの、会社のお値段高い順に今10個を見てみました。それぞれ、稼ぎ方特徴あると思うんですけども、1位のねサウジアラムコを除いたら、もうはっきり言うと、もうネットの会社ですよね。ネットの会社で、かつグローバル、世界丸ごと、ガポッとねくるみ込むように、シェアを取った、会社が、世界の、トップに君臨していると。日本もともと強かったんですけどね、世界取れなかったということで、情報産業、一気に負けてしまって、今のねこの低賃金にあえでいるというような感じになってます。はい、最後にこれちょっと見てみましょう。やっぱり歴史って流れがあります。もともとはねここが産業革命が起こったところですけれども、もともとね人力とかね自然の力を頼ってたのを、蒸気機関ということでね、石炭炊いて水蒸気出して、それでねタービン回してみたいなことで動力を作ってました。でそこから電力、水力発電から火力発電からね原子力とか入ってきて、どんどんエネルギー使う量はね大きくなっていきます。でその中で、最近出てきたのがやっぱり情報産業ということで、今はねまさにこのコンピューターによる自動化、ここの領域、はい、の勝負になってます。でここの領域の勝負っていうのは、例えばスマホっていうね端末とかね、パソコンっていう端末、それに伴うねいろんなネットワークっていうのはね、海外のさっき挙げたような会社に取られた部分多いんですけども、まだまだ、これから進化変化、いろんなもののね配置が転換される、そこの勝負はまだ終わってないのでね、ここの一番右側、どこの会社が取っていくのかっていうのは、まだまだねこれから地図が塗り替わっていく可能性があると思います。そこの中で個人的に一番やっぱり期待してる、もうね今挙げたようなねトップ10に食い込む、もしくはそれをひっくり返す可能性があるのは、日本の会社だともうソフトバンク一択かなというような感じで見ています。やっぱりね孫さんのビジョンファンド、 AI に対する投資、これがどう当たるかどう回収できるかはね現段階ではわからないですけれど、孫さんのねその先見性とか見ると、少なくとも日本で戦えるのは孫さんしかいないかなということで、すごい期待してる感じです。はい、みんなはこの点どう思いましたか？ソフトバンクね、なんか結構嫌いな人もいたりしてあれだけど、俺はなんていうかな、期待してる部分がすごい大きいですね。こういう海外勢とね渡り合えるって言ったら、孫さん以外思い浮かばないかなみたいな感じでマーケットを見てるんですけれども、のりちゃんどうでしたかこの話。なんかこっから V 字回復はないですか？V 字回復、 V 字回復、日本全体が V 字回復は、全体がかは分からないけど、日本の何個かの企業がとか、なんか日本初のサービスがとかはあり得るんかな、スポットでは。でも俺、日本の国丸ごとがここから V 字回復はないんやろうね。じゃあ僕の給料も上がんないですか？僕の給料はうちの会社のパイがどんどん大きくなっていったら上がるから、みんなで頑張って動画いっぱい配信してパイを上げていく、広げていくそれで上がっていきますかね。そうそう、それは上がっていくよ。でも日本国全体の給料は厳しい。なんか結局その日本でさ、やっぱり内需産業というか、その国の中で経済回すのがすごく得意
やって、で、日本のその高度成長期とか人口がバーッと増えてる時にはハマってたけども、なんか今っても日本の人口も頭打ちで、今後日本の国内のマーケットどんどんちっちゃくなっていって、で、その中でじゃあ海外に出せる商品あるかっていうと、あるんやけどちょっと弱いかなみたいな、なんかそのプロダクトとしてはあるけども、仕組みとしてなかったりとか、なんか仕組み的な部分は全部海外勢に抑えられたりとか、だからやっぱりその、ソニーってもともとむちゃくちゃ強くて、なんか、でも全然抜かれたじゃん、やっぱアップルとかに。ソニーは持ってたものを全部なんかね、リプレイされちゃったけども、今後怖いのはやっぱり自動車かな。自動車。自動車もね、単体のプロダクトとして見たら、トヨタとかむちゃくちゃいい世界に競争力あるものを作れるけど、これなんか自動運転とかなってくると、ものだけじゃなくて、やっぱそこをどうコネクトしていくかっていうところになってくるので、その一番頭脳の部分、ボディの部分じゃなくて、頭脳の部分を、まあ、どっかね、海外の IT 勢に取られちゃうと、やっぱりもう、ものとしてはそこまでの付加価値っていうのは出せないだろうから、なんかそのあたりしっかりしないと、車の分野でも取られてしまうみたいな。もっと失われるじゃないですか。いや、車の分野取られたらやばいよ。だって今、唯一そういう世界のさ、さっき見た大きな会社に食い込んでる日本ナンバーワンの会社ってトヨタやけど、トヨタ沈んだら、愛知県。愛知県沈むわ。失われた何年になるんですか、じゃあ。失われた200年ぐらい。マジですか、いや、頑張ってほしいですけどね、まあでもね、こういう海外企業ね、しっかり謙虚に研究しながら、世界でね、勝てるサービス、まあ、レイヤーね、どこでもいいので、世界に食い込めるサービス作ったら、まあ、日本のね、企業も捨てたもんじゃないのかなと思うので、これ見てる若い人いたら、ぜひね、積極的に世界、攻めていってもらったらなと思います。はい。というような感じで、この動画は終わりにしたいと思います。はい、普段ね、ライブ配信とか結構やってるんで、ぜひね、Twitter、Instagram フォローしてください。はい。あと、チャンネル自体もこういう社会派のトピック、配信していくので、引き続きチャンネル登録等して、見てもらったら嬉しいです。はい。ということでね、今日は、日本の会社員の、低賃金、日本の会社員が低賃金で苦しんでる間に大儲けしている奴らがいたという内容で、撮ってみました。はい。ということで、また